毎晩耳を澄まして俺は彼女の声を聞く。壁越しにかすかに聞こえるひそやかな声。薄い壁越しの声に俺は毎晩悩まされている。彼女は一体どんな秘密を抱えてる？ああ、ほら、今日もかすかに聞こえてきた。俺は壁に耳を押し当てて、彼女のひそやかな声を聞く。俺の名前は中野源太。今年で27歳になる。ファッション関連のベンチャー企業で働いている。この会社を選んだのは、起業者である社長に惚れ込んだからだ。社長が大学生の時にこの会社を設立。あっという間に業界トップに上り詰めた。仕事の手腕はもちろんだが、人を引きつけるカリスマ性が魅力だと思っている。人たらしとでも言うのだろうか。社長に説得されると逆らうことは難しい。俺は社長に心酔していた。いつかは社長のように起業して自分の会社を持ち、トップとして君臨する。これが俺の目標だった。それなりに努力をしているので、俺の社内評価はまあまあ良かったし、業界でも少しは名前が知れるくらいにはなっている。すべて社長が俺を気に入って取り立ててくれているからだと感謝もしていた。そんなある日、社長から直々にお呼びがかかった。新しい仕事を任せられるのだろうと思い、社長室の前で自分に気合を入れる。ノックをすると、どうぞ、と社長の返事があった。大きな窓を背に社長が腰掛けている。堂々としたその態度に、やっぱりかっこいいなぁなんて俺は思っていた。中野を見込んで頼みたい仕事があるんだ。社長は何の前置きもなく単刀直入に話し始める。俺にできる仕事なら精一杯務めます。俺の返事に社長は満足げにうなずいた。もちろん、俺がこれ以外の返事をするなんて社長は考えてもいなかっただろう。何もかも社長の予想通りに進んでいるのだと思う。結婚しろ。社長の言葉に俺はポカンって感じだ。一瞬何を言われたのか理解ができなかった。結婚といっても偽装結婚だ。一年ほどでいい。もちろん相手と関係を持つのもご法度。これをクリアできたら望むポストを用意する。社長はポカンとしたままの俺に仕事の条件を話し始める。偽装結婚を一年間続ければ望むポストが手に入ることは理解ができた。お前にしか頼めない仕事なんだ。やってくれるな。拒否されるのなんてみじんも思っていない口調で社長は俺に念を押してくる。このテンションになった社長、逆らえる社員なんて社内のどこにもいないだろう。承知しました。相手は誰ですか？俺はなるべく冷静を装って答える。すると社長は内線をかけて誰かを呼び出した。内線ということは相手の女性は我が社の社員になる。このあたりで俺にもなんとなく察しがついた。社内に社長の愛人と噂される人物がいる。もちろん社長は妻帯者。俺はカモフラージュに使われるのだ。失礼します。控えめなノックの後入ってきたのは俺が予想していた人物だった。経理を担当している事務員の斉藤夏樹。俺よりは2歳くらい年上だったと思う。ファッション関連のベンチャー企業の社員とは思えないくらい地味で目立たない女性。俺も事務的な会話しか彼女とした覚えがない。中野くんが全て引き受けてくれた。夏樹は中野くんと結婚してくれ。社長の言葉に斉藤さんは静かにうなずいた。そして俺の方を見て少しだけ首を横にかしげながら、よろしくお願いします。と言う。その表情からは何も読み取れない。無表情というわけではないのだけど、何を考えているのかわからない表情をしている。こうして俺は隠れた社内恋愛の末、
社長の愛人を手に入れた男という立場を手に入れる。偽装結婚なんて一緒に暮らすだけでいいだろうと思っていたら、ちゃんと籍も入れられた。総務の目をごまかせないからだ。新居のマンションは社長が用意してくれ、家財道具もすべて揃えてくれた。至れり尽くせりの結婚ってわけだ。両親にはとりあえず内緒にしておく。バレた時に適当に話そうと思っていた。たかが一年だ。県外の実家にバレるようなことはないだろう。社長の命令は半年から一年ほど経ったら離婚。多分、奥さんの疑いが晴れた頃ってことだ。偽装結婚だからもちろん部屋が別々。手出しはご法度。ただのルームシェアのような関係だ。結婚式は挙げず写真だけ撮った。白むく姿の彼女は、そそとして思いがけず綺麗だったので驚く。そもそも普段かけているメガネに問題があるんだ。ものすごく分厚いメガネをかけていて、素顔なんて写真を撮る瞬間まで知らなかった。結婚書や、彼女はゆっくりと俺に頭を下げた。京さんのわがままで、ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありません。少しの間、我慢してください。京さんというのは社長のこと。社長の名前は京介。なるほど、愛人説は正しかったのかと納得した。俺は、はぁ、と、間の抜けた返事をするだけ。半年から一年我慢をすれば、俺の出世は確約されている。だけど、半年から一年経った後、彼女には何か約束されていることがあるんだろうか。ずっと日陰の身で過ごすつもりなのだろうか。そんな踏み込んだ考えが頭をよぎったけど、俺はなるべく考えないように努める。深入りはごめんだった。偽装結婚三日目の夜。俺は夜中に目を覚ました。寝る前に飲んだビールのせいでなんだか喉が渇いている。キッチンの冷蔵庫へ水を取りに行こうと部屋を出た。廊下は真っ暗で静まり返っている。その暗闇を縫うようにひそやかな声が聞こえてきた。小さな声なのではっきりは聞き取れない。本当にひそやかな声。斉藤さんの声だと気づくのに少しだけ時間がかかった。だって、信じられないくらい優しい声で、時折、クスクスと笑いながら誰かと話している。京ちゃん、あんまり笑うと彼が起きちゃうから。斉藤さんは電話で社長と話をしているようだった。現在は夜中の2時半。こっそり電話をするような仲か。俺はなるべく足音を立てないように廊下を歩いた。二人の時間を邪魔するような野暮な真似はしたくない。偽装結婚の夫役も大変だなってため息が出た。社長と斉藤さんのひそやかな会話を薄い壁越しに盗み聞きする。倫理的には良くないことだとわかっている。でも、これが俺の習慣となった。全く他人行儀の偽装結婚同居を続ける俺と斉藤さん。家にいても会話もないのだ。うさばらしではないけど、二人の秘密に少しだけ足を踏み入れさせてもらう。あわよくば社長の弱みをつかみたいって気持ちもあった。この社会は情報戦だ。情報は多い方が勝ちに近くなる。今晩も二人はひそやかな会話を始めた。壁越しに聞こえてくる斉藤さんの声は慈悲に溢れている。社長の声はもちろん俺まで聞こえない。ただ、ずっと社長を元気づけるように優しく声をかける。彼女の言葉に俺は自分も癒されていた。大丈夫？疲れてない？ちゃんと食べてる？そんな他愛もない言葉の数々。社長が彼女を笑わせようとしているのか、彼女はよく笑った。二人は愛人関係なのに、愛してる、なんて言葉はない。ただただ、彼女は社長を思いやり、心配し、元気づける。そんな奇妙な愛人関係だった。
俺と斉藤さんの偽装結婚に変化が訪れたのは、結婚して1ヶ月が経った頃。社長との会話を盗み聞きしているのが彼女にバレたのだ。いつも通り、おやすみなさい、と電話を切った彼女。今晩はこれで終了と思った俺は、そのままベッドに入って寝ようとした。中野さん、お話があります。突然、壁越しに斉藤さんの声が響いた。俺は背筋がピンとなる。どう返事をしていいのかわからず、このまま狸寝入りをしようかと思っていた俺に、斉藤さんは追い打ちをかける。起きてるのはわかってますよ。今すぐリビングに投稿しなさい。立てこもり犯を説得するような口調で言われ、俺は観念して、自分の部屋を出てリビングへ。斉藤さんが後から部屋を出てきた。これは修羅場になるなぁと思った。潔くさっさと謝ろうと顔を上げたとき、俺の思考は一時停止。目に飛び込んできたビジュアルにあっけに取られた。高校の頃のジャージだろう。胸に校章と名前が刺繍された上下お揃いのジャージ姿。しかも、昼間よりも分厚い黒縁のメガネをかけている。なかなかインパクト大のビジュアルだった。あんなひそやかな会話を交わしているのだ。ちょっと色っぽいパジャマとか想像してたのに、色気のかけらもない。謝罪の言葉も忘れ、ポカンとしている俺の前に、斉藤さんはさっとお茶を入れて出してくれた。盗み聞きはいただけません。ルール違反でしょ。責めるように言われ、ちょっとイラッとする。ルール違反なんて、偽装結婚だってルール違反だ。なんなら愛人関係だってルール違反になる。斉藤さんの口からルール違反なんて言葉聞くなんて、よく平気な顔で言えますね。謝罪するつもりが思わず憎まれ口を叩いてしまう。この偽装結婚のストレスも溜まっていたのだと思う。彼女だけが悪いわけじゃないけど、原因のすべては彼女にあるように思えていたのだ。俺は社長に心酔している。社長は悪くない。偏った主張だというのは重々承知だ。私は自分のルールを遵守しています。きっぱり、はっきりと言われ、俺は唖然とする。彼女はリビングのソファーに座るように促してくる。黙ったまま座り、彼女と真正面から向かい合った。この偽装結婚を始めてから、彼女の顔をはっきり見たのはこの時が初めてだった。とにかく、盗み聞きはやめてください。プライバシーの侵害です。正論を真正面から言われ、俺は少しだけカチンときた。確かに俺は社長との交換条件で彼女との偽装結婚に同意をした。出世に釣られた情けない男と思われているだろう。ひょっとしたら軽蔑されてるのかもしれない。その考えにたどり着いた途端、俺は恥ずかしさと一緒に理不尽な怒りが湧き上がる。目の前で澄ました顔をして座っている彼女に、すべての怒りをぶちまけてしまいたくなった。握りしめた拳が怒りで震えた。反論もありませんか？事務的な彼女の言い方に怒りを抑えていた理性が吹き飛ぶ。は？お前何様のつもりだよ。社長の愛人のくせに偉そうな口聞くな。偽装結婚なんてしなくちゃ居場所もない人間のくせに。ソファーから立ち上がり、一気にまくしたてる俺を、彼女は少しだけ顎を上げて見上げてくる。その顔に表情は何も浮かんでいない。俺の言葉も彼女の心には何も刺さっていない証拠だ。出世のために、こんな馬鹿げたことを引き受ける男だって、俺のことを軽蔑して陰で笑ってるんだろ？最低だな。一気にまくしたて、俺は肩で息をするような興奮状態。俺はこの偽装結婚を引き受けて、生まれて初めて自分が嫌いになった。なんて恥ずかしい男なんだって思っている。そう。彼女にぶちまけた言葉は、すべて俺自身にぶちまけたい言葉だった。中野さんは、自分を誇るべきです。自分の信念のもとに、汚れ役を引き受けたんです。何も恥ずかしいことはありません。
俺の目をしっかりと見据えて彼女は言った。その口調や真剣な表情から彼女が口からの慰めや出まかせを言っているのではないのがわかる。一瞬で毒気を抜かれてあっけに取られる俺に彼女は再度言う。中野さんは信念のある人です。なんだか膝から力が抜けて立ち上がっていた俺は背後のソファーに座り込む。彼女はどうして俺が今一番欲しかった言葉をこうも簡単に口にしたのだろう。ごめんなさい。八つ当たりです。冷静に考えれば彼女だって社長のエゴの犠牲者だ。真剣な顔の彼女を見ていると一気に頭が冷える。社長と私の噂は聞いたことがありますよね。その噂が社長の奥さんに届いたようなんです。斉藤さんは順を追って説明をしてくれた。社長からは何も詳細を聞かされていない。そんな状態では俺のストレスが溜まるだろうと彼女は率先して話してくれたのだ。社長は奥さんへのカモフラージュのために俺と斉藤さんを偽装結婚させたらしい。さすがに結婚まですれば疑惑は晴れる。奥さんの監視の目が緩むまでの辛抱らしい。わかりました。俺から一つだけ聞いてもいいかな。私で答えられることでしたら。俺はずっと抱えていた疑問を彼女にぶつけた。斉藤さんは社長の愛人なんですか？確かに二人が愛人関係であるという噂が社内にある。しかしそれは二人が仲良さそうに歩いていたとか、プライベートでも会っているとか、その程度のことで、なんていうか男女の関係である証拠なんて全くない。これをはっきりさせておきたいと思った。俺の質問に斉藤さんは少しだけ困った顔をする。なんて答えたらいいのか頭の中で考えているようだ。口を開こうとしてまた閉じるというのを繰り返している。どう言ったら中野さんに伝わるのか、愛人関係であるかと言われると、わからないんです。ただ私は社長に庇護されているとは思っています。言葉を選んで答えてくれた彼女の言葉には嘘は全く含まれていないと感じる。俺の問いかけに真摯に答えてくれたのが分かった。そうなんですね。承知しました。これは俺からの提案なんですけど、せっかくの偽装結婚ですから少し楽しみましょうか。は？俺からの提案に斉藤さんはキョトンとしている。驚いた顔なんて初めて見た。なんだかコリスみたいで可愛い。あ、いやらしい意味じゃないですよ。偽物夫婦生活を楽しみましょうって話です。お互いに敬語のまま半年も辛いし、職場も一緒だからよそよそしいのも変でしょ。斉藤さんは小首をかしげた状態で俺の話を聞いている。そして、ふっと笑って右手を差し出してきた。じゃあ、よろしくお願いします、旦那様。握手をした彼女の手は小さくてちょっとだけドキッとした。本当のことを話し合った夜から、俺と斉藤さんの距離はどんどん縮まる。一緒に通勤し、彼女が作った弁当をお昼には食べる。残業がある時は互いに連絡し合い、家事も手が空いている方がやった。ずっと一緒に生活をしていると、職場だけでは知らないままだっただろう彼女の姿が見えてくる。すごい猫舌だとか、椎茸が嫌いとか、ちょっとだけ洗濯物を畳むのが下手だとか、保護猫から子猫をもらい受けるのが夢とか。俺の横でバラエティ番組を見ながらケラケラ笑う彼女。だけど俺が彼女を独り占めできるのはここまで。夜中には社長から連絡が彼女に入る。電話がかかってくると彼女は自室へ戻り、社長とのひそやかな会話を始めるのだ。俺が完全に蚊帳の外。日に日に夜の時間が寂しくなってきて困る。社長は今までと何も変わらない。俺に対しても彼女に対しても変わらないのだ。その態度にも俺は少し苛立っていた。彼女のことをよほど信じているのか、俺に彼女がなびくなんて爪の先ほども思っていないのか、
半年が経った頃には、俺は斉藤さんに恋をしていた。彼女の心の中には社長しか住んでいない。そんなことは百も承知だ。それでも、もしかしたらという気持ちを捨てられない。社長からは半年から一年の偽装結婚と聞いている。ずっとこの生活が続けばいいのにと思っている自分に、俺は自分でも驚いていた。偽装結婚生活も半年が過ぎ、後半戦に入っていた。お互いの生活リズムや好き嫌いを把握した俺たちは、本当の夫婦のように仲がいい。休日には俺の趣味であるアウトドアに付き合って彼女もキャンプデビュー。今度はソロキャンプがしたいと、最近の休日は毎回アウトドアショップでデートだ。俺は俺で彼女が食後に立ててくれるお茶にはまる。綺麗な所作でお茶を立てる彼女は凛として本当に素敵だ。茶道を習いたいと言い出した俺に教室を紹介してくれ、俺も彼女と一緒に通っている。茶道教室の帰りは必ずラーメンを二人で食べた。毎回美味しいところを探して連れて行くと、彼女は子供のように喜ぶ。ずっとこの幸せな生活が続けばいい。心からそう願い始めた頃に事件が起きた。職場のデスクで俺は仕事の追い込みをしていた。今日は彼女と一緒に外食をする約束をしている。残業なんて絶対にできないのだ。そんな時、デスクの間をスルスルと歩いている彼女の姿を見つけた。手には茶封筒と名簿を持っている。多分、何かの集金だ。何か社員に祝い事や訃報があると、経理の彼女が集金をする。見慣れた光景だった。お仕事中ごめんなさい。集金です。彼女が俺のデスクの横に立った。誰か結婚でもするの？それともご不幸があった？俺は財布を探しながら彼女に聞く。少しだけ彼女が体を固くしたのが気配で分かった。めったに見せない態度に俺は顔を上げる。彼女の顔はいつもの無表情。でも、今ならわかる。彼女は自分の感情を必死で隠している。社長の奥さんが妊娠したので、祝いになります。驚いたせいで手元が狂い、財布を床に落としてしまう。チャリンと音を立てて、小銭が床を転がった。社長の子供？え？だって。斉藤さんはしゃがんで、小銭を丁寧に拾い集めていた。社長も結婚して5年目です。遅かったくらいじゃないですか？めでたいお話です。淡々と言い、彼女は小銭をそっと俺の手のひらに乗せた。改めて集金に来ますね。そう言い残し、俺のデスクを離れる。彼女の背中は、今まで見てきた中で一番小さく見えた。遠ざかっていく彼女の背中を見ていると、社長に対する怒りが湧いてきた。奥さんへのカモフラージュなんて言いながら、自分はちゃっかり斉藤さんを裏切っている。彼女はずっと社長を待っているのに、俺たちの偽装結婚の意味は何なんだ？社長への不満が一気に溢れてきた。一度、話をしなければ。俺は社長室へと足を運ぶ。俺がノックをしようとした途端、社長秘書がドアを開けた。驚いた顔をして、ちょうどよかった、と言われる。俺のことを呼びに行くところだったらしい。秘書さんに頭を下げ、俺は社長室の中へ。あの時と社長は何も変わっていない。俺の姿を認めると、近くに来いと手招きをする。今日までご苦労だったな。望みのポストを用意した。偽装結婚は終了だ。社長はそう言いながら何かを差し出してきた。新しい役職が書かれた名札。同期の中では信じられないくらいの昇進だった。入社以来、俺が目指していたものが目の前にある。もっと喜んでもいいんじゃないか？これで中野くんもやっと恋愛ができる自由の身だ。
しかもこのポスト、女の子は選び放題だろ？おどけた調子で言う社長。しかし、その目は笑っていない。もう君は用なしだ。夏希は返してもらう。社長のセリフに、カッと頭に血が昇る。斉藤さんは物じゃない。まるで自分の所有物のように軽々しく返せと口にした社長に怒りが湧いた。彼女は自由の身にはならないんですか？ずっと彼女を閉じ込めて苦しめるつもりですか？社長に反抗したのは初めてだった。でも、これだけは言わなくちゃいけないと思ったんだ。ポスト欲しさに偽装結婚までした男のセリフとは思えないほどの豪勝さだな。馬鹿にしたように社長が笑う。その目は、俺を軽蔑しているようにも見えた。今までの俺なら震え上がっただろう。俺は大きく息を吸い込み、自分を落ち着かせた。このポストは必要ありません。なぜなら、彼女と離婚をする気がないからです。彼女はもう僕の妻です。社長を睨みつけながら、俺は一気に言葉を吐き出した。不快そうに社長が顔をしかめる。お前は何様のつもりだ？自分の実力でこのポストが手に入るとでも思っているのか？しかも夏希も手に入ると？思い上がるのもいい加減にしろ！社長が俺を怒鳴りつける。いつも余裕しゃくしゃくの社長はもういなかった。離婚しないならクビだ。この会社から去れ。喉から手が出るほど欲しがっていたあのポストを諦められるのか？出世命のお前が？立ち上がった社長と俺はしばし睨み合う。その時、社長室のドアがノックなく開いた。京ちゃん、私の気持ちは関係ないの？姿を現したのは斉藤さんだった。いつもの無表情じゃない。くしゃくしゃに顔を歪めて涙を浮かべている。夏希、まさか、お前も？斉藤さんの表情に社長が声を固くした。離婚はしません。もう京ちゃんの庇護は必要ない。京ちゃんは奥さんを幸せにする義務がある。そう言って、彼女は俺に向かって笑いかける。俺はあっけに取られて言葉もない。彼女の気持ちを聞くのはこれが初めてだった。中野さんは私の自由を尊重してくれるの。新しいことも教えてくれるし、私と同じ景色を見ようとしてくれる。もう与えてくれるものを待つのは嫌なの。社長は彼女のセリフを聞いて力なく椅子に座る。そのまま頭を抱えた。俺は何を間違った。お前が待ってほしいと言うから手出しをせずに待った。お前を守るために偽装結婚まで提案した。俺の何が悪いんだ？お前まで俺を見捨てるのか？うめくようにつぶやく社長の言葉を彼女は噛みしめていた。京ちゃん、もう気づかないとダメだよ。私は京ちゃんにとって都合のいい妹分でしょ？薄っぺらい優しい言葉で京ちゃんを騙すのも辛いよ。彼女を見上げた社長の目は、まるで捨てられた子供のような目だった。彼女は慈悲深い笑みを口元に浮かべる。私は中野さんの妻になります。本当の妻に。辞める時も、老いたる時も、ずっと一緒に。ふっと笑いかけられ、俺は力強くうなずいた。ぎゅっと手をつなぐと優しく握り返される。社長、今までお世話になりました。憧れ続けた社長に俺は頭を下げる。二人とも失せろ。二度と顔を見せるな。マンションも早急に出て行け。社長の言葉に俺たちは元気よく、承知しました、と答える。社長室から出た時にドアの向こうで泣き声を噛み殺す社長のうめきを聞いた。俺と斉藤さんはそのまま手を取り合って退職。急いでマンションからも出て行った。中野さんが偽装結婚の相手でよかった。彼女はマンションを去るときにそう口にした。今日からもよろしくお願いします。
夏木。自分で彼女を名前で呼んでおきながら、恥ずかしくて顔が真っ赤になる。急に名前で呼ばれ、キョトンとした表情の彼女。こちらこそ、あ、な、た。耳元に唇を寄せて囁かれ、俺は飛び上がった。真っ赤になって耳を押さえる俺の姿に、夏木は大爆笑をしている。どうやら、夏木の方が一枚上手みたいだ。なんとなく尻に敷かれる予感がしてきたけど、彼女と一緒ならきっとそれも楽しいと思う。俺は、夢見ていた出世は手に入れられなかったけど、もっと大切なものを手に入れた。人生の勝者は絶対に俺だと思う。絶対に幸せにするから。真剣な顔で彼女に伝える。彼女は笑いながら、期待してるね、と言った。期待に応えるために、俺はこれからの人生をすべてかけるつもりだ。いかがでしたでしょうか。チャンネル登録をしていただくことで制作の励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。